女性ホルモン注射日記、今日は2回目です。前回1回目で、3箇所の、産婦人科に電話しまして、2箇所断られて、最後の1箇所、でとりあえず来てくれと、前例はないけど来てくれと言われて、さっき行ってきまして帰ってきました。なんでこんなに浮かれてるかと言いますと、シワが目立つよね。シワが目立つよね。そんなことよりも、なんと嘘かまことか、私もしかしたらすっごくついてるかもしれない。結論から言いますと、今日お尻にジョホル、ですね、ペラニンデポ 10mg ですか、ちなみにこれは載せちゃっていいのかしらね、 YouTube に。あの産婦人科なんですけど、いろいろ先生が説明してくれまして、なんと今日行った産婦人科の先生、精神医学学会、でしたっけ、日本精神性同一性障害のこの学会に参加している先生だったんです。いや、私びっくりしました。自分でそれこそなんだプレゼンして売り込もうという気満々で行ったんですけど、診察室に入りまして、先生私見てなんかもう分かったからみたいな、事前にそのプレマリン飲んでてっていうお話はまあしてたんですけれども、で病院についてもなんかこう最初にこう問診票を書くじゃないですか。そこで、今飲んでるお薬とか手術とか、私は抗がん摘出手術をもう行ってるんで抗がんないんですけど、であとプレマリンで入って先生と普通にこう会ったら、いやもう本当にもうこの注射に変えたいんだってっていう先生からお話がされまして、でもうもう分かってるからと。で全てもう計画、月に2回このなんとかデポですね、ペラニンデポっていうんですかね、これを打ち、であと血液検査、乳がん検診、あと肝機能も全てこう今日計画しまして、これからなんか嘘みたいなんですけどやっていきます、こちらの病院で。いやこの田舎町に、田舎町の産婦人科にまさか、だから県内でこの先生僕一人だけなんだよって言ってました。今ここでこういうふうにすごいこんなになって嬉しがってシワを見せながら喋ってるのがなんかもうねすっごくねびっくりで嬉しいです私。はい、でこれからもうこの プレマリンはもう飲みません。お尻の筋肉注射、これで月に2回やっていきます。はい、ということでこちらの企画、51歳からの女性ホルモン注射編2回でとりあえず終わっちゃったりましたよね、これ。
いや、私なんでこんな、なんか今でもなんかもうびっくりしてる。だって東京とかなら分かりますけど、いやなんかすごい、私絶対運がいいんだ。日光の二荒山に初詣行ったんですよ、今年。そこであれですかね、お参りしてもらったのが効いてるんですかね。日光二荒山いいですよ、皆さん。もしそれが効いてるんであれば。はい。で、この今年52歳になる、あ、そっか、別にこれでもこの駐車編は続けていけばいいのよね。52歳、まあまだ51だけど、この年かな、今まで12年間このプレマリンを飲んでた私、これが、12年後の、今51歳に、注射に変えた、女性ホルモン。これから、まあ、多分お顔とか、シミシワは多分その取れないと思うし、この肌の、老化も防げないとは思うんですけれども、何しろ、この肝機能もそうですけど、先生がちょっとちらっと言ってたのは、ここにも、先生がこれ書いてくれたんですけど、おっぱい大きくなるって。おっぱい大きくなるよって言われて、いやーね、どんな感じなんだか知んないけど、まあ普段そんな使ってないんで あれですけど、 はい、そんな感じで、もうすごく嬉しいです、夢心地です。はい、そんな感じで、とりあえず病院は見つかりました。で、今日から早速お尻に筋肉注射で1本打ってきました。このなんとかデポってやつ 10ミリですか。はい。で、いろんな女性ホルモンの種類もいろいろ聞いたんですけど、私の場合はとりあえずこれで様子見てやっていきましょうと、あと血液検査とやっていきますからって、計画的に。そんな感じで今日は、今日は、春の第2回、ホルモン注射病院探しが、病院見つかっちゃった編、見つかりました編でした。それでは皆さん、また、2週間後に次行きますんで、はい、その時なんかまた、ブログ上げたいと思います。それじゃあバイバーイ。またねー。またねー。バイバイ。バイバイ。バイバイ。